オクテット則は、原子の災害核電子の数が8個あるとか合物や、イオンが安定に存在するという経験則。オクテット説、八隅スミ説とも言う。第2周期の元素や、第3周期のアルカリ金属、アルカリドルイ金属までにしか適用できないが、多くの有機化合物に適用できる便利な規則である。ただし、カルボカチオンや、無機化合物を中心とする多くの例外も存在する。 1916年に、ワルター・コッセルは、ボーアの原子模型をもとに、気ガス原子と同じ災害核電子が8個の状態が、化学的に安定であり、原子はこの電子配置をもとうとして、イオン化するという説を提唱した。同じ年に、ギルバート・ルイスは、コッセルとは独立に、災害核電子は、原子核を中心とする、立方体の8つの頂点を1つずつ占めようとすると、提唱した。 そしてその頂点に占める電子の数で原子の科学的性質が決まるとし、周期率を説明した。また、コッセルと同様に全ての頂点に電子がある場合には、キガス原子と同様に原子は、科学的に安定となるとした。さらにルイスは、この説を用いて、共有結合の説明をした。単結合を作ろうとする二つの原子は、立方体の一つの辺を共有し、 その両端の頂点にある電子も共有する。二重結合の場合は一つの面を共有し、その頂点の四つの電子を共有する。このようにして、メタンの正四面体構造を説明することも可能である。一方でこの説では、三重結合の結合の説明が困難であることや、単結合が自由に回転できることを説明できないことも述べている。オクテット説は、 ボーアの原子模型の電子が円運動をしているとする過程と矛盾しており、ルイスはこのことからボーアの考えに否定的であった。1919年にアービング・ラング・ミュアはルイスの考えに立脚して四面体系の対称性を持つ新しい原子模型を提唱した。ルイスの考えた立方体系の電子の配置やラング・ミュアの考えた四面体対象の原子はパウリの履いた原理をもとに 様々な科学結合を簡単に矛盾なく説明できる。20世紀に発展した量子力学の詳細な理解とは対照的に直感的な理解をすることができる。その結果、直感的な科学結合論は電子の混成軌道や量子力学を用いた分子軌道などの理論的扱いにも取り入れられている。ありがとうございます。